あの者たちは、ああ以前まみえた陰陽師たちだ。奴らまだ何か企てがあるのか。あたりにサーヴァントの気配なし。ここは直に問いただすぞ。待てセイバー、そう軽々に。まったく。なるほど、それで守備はどうでしたか。は、神奈川については滞りなく、横須賀や赤坂も戸津国の術者がうまくことを運んでいるようです。それは頂上ならば我らが対処すべきは。そこまでだ。貴様ら何を企む。あなた方は兄の亡き今何かを企むつもりも、あなた方を害するつもりもありません。ことの葉はどうとも言えよう。私を疑うのは結構、無理もないでしょう。ですが今はその時ではない。我らには果たすべき職責があるのです。怪異の居所を発見いたしました。高俊殿、急ぎご討伐を。怪異の討伐か。平安の世ならいざ知らず、今や神秘陰秘は民草から隠すべきものです。かつての陰陽師のそれでなく、西洋は魔術師たちの理屈ではありますが、少なくとも当世の私たちにとっては事実です。義の監査役を引き継いだ身として、怪異の跋扈は見逃せませぬ。では組む。ひとまず追ってみよう。土帝には思うところもあるが、それとこれとは別の話だ。怪異の気配はあちらだ。行くぞより。ついてたぜ。こんな日は酒でも引っ掛けてのんびり過ごすのが一番。化け物。君下がっていろ。まったく、土帝は何をしているのだ。他の怪異にかかずらっているか、途中で見失ったのかもしれんな。まあもう仕方ない、我らで払うぞ。よりセイバー、暴れてくれるなよ。土帝の弦を気にしているのか。だとしたら今さらだぞ。より時は熟した。合図をくれ。力を借りる。出番だな。なぜも何もあるものか。そちらこそどこで何をやっていたのだ。何をと言われましても、怪異を見失って。あんた、大きな音がしたけど何かあったのかい。
高俊殿、ここは私にお任せよ。ええ、頼みますよ。ではお二方は少し離れていてください。こいつは一体何の騒ぎだい？聞いてくれ。さっき向こうの方でボヤが出てな、ちょっくら打ち壊してたんだ。妖怪が。妖怪？何言ってるんだい。どうせまた酔っ払って夢でも見たんだろう。いや、そんなはずは。そういうわけだ。ちょっと離れててくんな。詳しいことは後で河原版でも見てくれよ。なるほど。怪異の噂こそ立ちはすれど、大きな騒ぎにならぬ理由は貴殿らか。江戸に無用の騒ぎを起こさぬ、それがお上との約定の一つなれば、横須賀や赤坂のようにマスター自ら始末をつけることもありますが、怪異も英霊も戦う場所を選んではくれませんので。うん、高俊殿、あちらにも物のけが。どうかお急ぎを。わかりました。宮本殿、セイバー殿、恥を忍んでお願いいたします。今しばらくこの地の怪異討伐に。どうする、イオリ。市政の人々が脅かされている。断る理由はあるまい。次へ行こう。セイバー、派手な技はほどほどに頼むぞ。つまらん。近くに人の姿が見えぬな。よし、即済ませるぞ。大技が来る。構えろ。行くぞ。まだ湧くか。急ぐぞセイバー。騒ぎとなる前に片付けねば。あとは我らにお任せを。準備は良いですか。はお任せあれ。では手はず通り頼みます。貴殿、手際がいいな。昔からこの手のことは得意なのです。まじないよりもはるかに。さあ、怪異の気配も失せたことですし、我らは一度寛永寺へ戻りましょう。お二人とも改めて感謝いたします。我らだけでは到底かなわない相手でした。礼には及ばない。確かに貴殿らのみで勝てる相手ではなかった。結局怪異討伐は我ら頼みとは。君、術は増えてなのか。はい、ご慧眼です。私は何もかも兄には届かぬ不祥の身。これまでは何も考えることなく、ただ兄に従っておりました。かの生命光の末裔と名乗るにはあまりに力を落とした我が家系にあって、兄だけは強かった。うん、汚名も屈辱も軽蔑も兄は全てを背負い力強くあり続けた。上様はうなずかれた。英月の儀とやら執り行ってみせるがよい。おお、ありがたく存じまする。分かっていような、土帝。
真に英傑なる者に力あらば、それを得るべきは我ら幕閣をもって他ならぬ。徳川一千年の杖がためには、あらゆる力は我らの下になくてはな。無論、義がなった暁には英傑を献上させていただきます。それでこそ陰陽の神も務まろうというもの。高徳位の跡取りなどよりも光栄至極。今となっては分かりません。本当に兄は幕閣の方々へ英傑を献上するつもりがあったのか否か。高俊、お前にはまじないの才がない。いかに研鑽を積もうとも大成はできぬ。は、心得ております。はあ、心得ておりますではないわ。いい加減時代の当主としての自覚を持て。ですが兄上のおっしゃる通り、私には才がない。当主などとても。まじないの才だけが才と思うな。父上は実に優れた術者であったが、正装に敗れ地位を失った。私が道を敷く。誇りある土帝の家を再興するための道を、お前はその上を歩めばよい。堂々と、何に恥じることもなく。どうあれ兄はお家の再興を願っていました。ほんのわずかなりとも兄の期待に私が。兄は修羅の道を歩まなかったやもしれません。ふむ。貴殿はこれからいかがする。土帝康弘の抱いた願いを継いで俺たちに立ちはだかるか。無論、兄の願いは継ぎましょう。ですが、兄に似ることなく生まれた私です。おのずと兄とは違うやり方になります。なんであれ、兄が私に託した思いを裏切るつもりはありませぬ。そうか。それでは私はこれにて失礼します。務めは山ほど残っておりますゆえ。ご分を兄に代わってお祈り申し上げます。剣を持たず術の才もなく、それでいて怪異を前にたじろぎもしない。肝の据わり具合で言えば十分兄に似ていたぞ。土帝康弘の策謀により義は混迷を極める。その様をはため見て笑う知恵も、思惑渦巻き苛烈さを増す義にあって、彼もまた修羅の妄執を深めつつあった。どうだって。マスターの見立て通りです。セイバーらは土帝のいる寛永寺へ。
やはりか。やつらが争うのは好都合だ。土帝もセーバーも好きなだけ噛み合えばいい。だが宮本伊織、てめえは別だ。気が進み、むせ返るほどの血の匂いが漂う江戸で、あの野郎はなお眉根を寄せていることだろう。己の佐賀に嘘ついて善人ずらして満足か。虫すが走る腐った皮は急いで剥ぎ取らねえと。したんだろうぜ。このあれよ、悪くねえな。この先から強い魔力を感じますマスター。別やはり罠です。ならば手を借りるまでもありません。ここは私にお任せを。ここにトリステス・ドゥ・ラビアル。逃がしません、逃がしません。ありませんね。ですがマスターの手を煩わせるわけには。何を手間取っている、ランセ。言われなく俺をかばい立てしてこの手たらくけ。とっとと済ませるぞ。終わりにしましょう。貫く。Yeah!
絶望のみが君臨する。トリステス・ドゥ・ラビエルジ。ランサー、お前一体どういうつもりで、なぜ過剰に俺をかばう。サーヴァントである以上、マスターを守るのは当然かと。加減があると言っている。さほどに俺は脆く見えるか。英霊の身と比べればはるかに。傷だらけになってからでは遅いのですよ。なぜだ、なぜだ、なぜだ、どいつもこいつもなぜ俺を守ろうとする。デウスに見放され地獄へ向かう俺など、守られてよい道理も守る価値もない。だというのにランサ、お前はなぜ。マスター、主があなたを愛さず救わぬとおっしゃるのならば、代わりに私がどこまでも愛しましょう。たとえこの手があなたを救えなくても、共に地獄へ落ちることはできるでしょうから。デウスの使いはこれだから。いいかランサ、お前の慈愛を二度と俺に向けるな。虫の哀れみほど惨めで息苦しいものもない。お前は何も考えず地獄への道を開け。いいな。はい、マスター。